皆さんこんにちは。AI の作画機能を使って47都道府県の観光名所を書いてみました。例えば宮城県の場合、松島とだけ入れます。AI の書いた観光名所は実物によく似ている場合もありますが、似ても似つかないケースもあります。それでは AI の作った架空の都道府県の旅に出ましょう。